それでは話せる大学駅伝ニュースです。どうも元気ずの健太郎です。よろしくお願いします。まずは僕はこちらでございます。よいしょ。はい、箱根駅伝はですね、9区10区は4年間の集大成、こちらがタイトルでございます。はい、こちらですね。はい、まず9区はですね、先ほどもですねパネルで説明あったのですが、戸塚中継所からスタートしまして鶴見中継所の 23.1 キロ、そして10区はですね、鶴見中継所から東京大手町ゴールの23キロを走るのでございます。そしてこちらですね。はい、4年生の起用率がですね非常に高いです。9区が 48%、10区が 53% ですね。もう半分以上ですね。最後は最上級生に任せる監督が非常に多いでございます。なるほどね。はい、そしてですね、一番テレビを見やすいお昼の時間帯に4年生を出す素晴らしい優しさ、そしてなんとですね、9区10区お昼の視聴率は 34.2% でございます。すごいね、高視聴率でございます。みんな見てますね、こちらはですね。はい、そしてですね、4年生は大学のもうラストランです。そして多くはですね、競技生活のラストランでもございます。なるほど。ちなみにですね、データとして主な選手のですね進路、就職先を紹介したいと思います。こちらですね。はい、まずですね、各大学のもうエースですね、駒澤大学から村山選手、もう有名な選手ですね、こちらね、明治大学、有村選手、城西大学、村山選手、こちら双子ですね。はい、双子なんです。双子で違うんだ大学。双子で、はい、そうなんですよ。でもこの2人はもう世界を目指せるぐらいの選手でございまして、はい、もちろんこの明治の有村選手も世界を目指せる選手、そして大東文化のですね、市田、これも兄弟ですね。兄弟でこれ同じ学校入ってまして、双子です。双子がじゃあ2組いるってことか。そうです、双子が。でこの双子がですね、今年の箱根駅伝をかき回すんじゃないかと言われているぐらい注目されてます。そして有力選手がですね、大量にもう名門旭化成ですね、競技を続ける選手は全国の企業に行きます。旭化成ね、有名だから。そうです。そしてですね、競技をですね続けない選手もですね、なかなかいい企業に就職します。陸上に捧げた4年間を企業も高評価しております。大会系はね、就職いいから。そうです。はい、ですね、大体がですね、競技を続けないんですが、アサヒ飲料、横浜銀行、味の素、日本生命、兵庫県警などなど、そうそうたるいいところにですね、就職します。最近ではですね、箱根駅伝ランナーの就職先がですね、勝ち組すぎると話題になっております。仕事できると関係ないから、はい。ちなみにですね、人材会社の人曰くですね、陸上出身者はエンジニア向きらしいです。そうなんだ。して理由はですね、地味な作業もコツコツ耐えながら続けられる人が多いということです。して走りを制する者は仕事を制すとまで言われております。忍耐力はあるもんね。はい、忍耐力はございます、ね、なんか冷めんなこれ。そしてここで気になる給料についてです。もっと冷めるぞこれ。給料ですね、競技を続けている選手でございます。競技を続けている選手はですね、まあ、大体ですね、競技はこれは続けてないです。普通の、サラリーマンですね、走っていないサラリーマンです。サラリーマンの年収がですね、2013年は409万円です。で、まあ、こちらですね、走る某企業にですね、行った選手はですね、まず契約金が発生します。契約金、はい、契約金。そして駅伝マラソン歩合制ですね。そして月給も支給されます。気になる、契約金がですね、エリート選手はこちらでございます。1億円です。そう、これ大学出てすぐ。そうです、プロ野球並みじゃん。プロ野球選手並みです。1億円です。実業団の選手ってことだよね。そうです、1億円です。はい、マジでこんだけいただきます。そしてですね、まあ、大体なんですが7000万からですね、2000万の選手などがたくさんおります。そして駅伝のメンバーに選出されただけですね、200万円もらえます。そして区間賞でプラスボーナスで何百万ももらえて、月給も50万円以上は確実です。めっちゃ儲かるんじゃん。儲かります。どんなにダメでも50万は入って50万は入ってきます。はい、それで怪我しても大会に出なくても、とりあえず月給は必ずどんな形でも支給されますので。あ、すみません、間違えましたね。こちらですね、すごいな。よいしょと、こちらですね、よいしょ、よっこしょ。なぜそんなにですね、走るのは儲かるのか、気になるところですね。はい、こちらです。
はい、単純にです、何時間も企業のユニフォーム着て走るとですね、テレビの宣伝効果は抜群です。でこのようにですね、大学駅伝を応援しているとですね、卒業して企業で走ってる選手が気になってくるはずでございます。して実業団の全国大会で箱根駅伝好きにとってはですね、ほぼ箱根駅伝 OB 会のような大会がですね、こちらでございますね。第59回全日本実業団駅伝ニューイヤー駅伝です。群馬県で行われる100キロの戦い、2015年ですね、1月1日の木曜日の午前9時15分からスタートです。 TBS 系列にて生放送で、ニューイヤー駅伝で過去の大会を懐かしんだらですね、翌日から箱根が始まるということで、そしてつまりですね、箱根がですね、分かるようになるとお正月が全部楽しくなるということですね。1月2日3日は箱根駅伝を皆さん見ましょう。ありがとうございました。全然知らなかった。